はい、そんなわけで本日のラインナップです。これなんですか、ハマチとタコのカルパッチョ、海鮮サラダカルパッチョ、はい。続きましてバーニャカウダー、はい。続きましてこれはですね、このトマトを乗せてブルスケッタですね、はい。でこちらが貝と、アサリとキノコの包み蒸し、はい。最後がカルボーナーラということになっております。以上のようなラインナップとなっております。どうもバーマーモスの田中です。というわけで今日は日曜日、天休日となっております。というわけで日曜日、最近恒例のですね、一人飲み会を開催したいと思います。というわけでまずはやっぱりですね、大好きな喉越し生からいきたいと思います。いただきます。うまいな、本当に。まずはですね、カルパッチョからいただきたいと思います。いただきます。ハマチとか入れていいわけ、カルパッチョに。カルパッチョとかもう海鮮サラダこれ。いただきます。普通にうまい、本当に。タコ、カルパッチョはもうタコは鉄板ですよね、やっぱね。うまい。本当はね、サーモンとタコにしたかったんですけどね、もうこの詰め合わせがあったんで、これ買ってきました。これでもハマチうまい、これ。続きまして、これバーニャカウダーですね。あれ見えないな、これ。だってね、ソースはね、こう売ってあるんですよ、こうやって。バーニャカウダーソースっていうのがね、ちょっと見えにくいですけど。セロリ、ラディッシュ、ブロッコリー、ヤングコーン、この組み合わせですね。このね、ソースがうまいんですよ、マジで。いただきます。あー、うまいち、ほんとこのね、ソースがうまいんですよ。うまい。ブロッコリーもね、いただきました。マジうまい、これ。このソース見つけたらね、買いですよ。というわけで紹介しますけどね、これキューピーのね、ディップソースバーニャカウダーというやつですね。これも本当に温めるだけです。まあ常温でも別にうまいですけどね、マジでうまいのでおすすめです、はい。これバーニャカウダーでね、ブロッコリーを温めるとき、これあれですね、お湯で湯がくんであればちゃんと水を切らないといけないですよね。切るっていうか拭かないといけないですよね、はい。ラディッシュ、うまい。このラディッシュがやっぱバーニャカウダーで一番多分。でもね、これめったに売ってないんですよ。めったにっていうこともないけど、売ってないというか全然売ってないんですよ。とりあえず冬しかないんですけどね、あれば絶対買いなんですよ。うまっ。バーニャカウダーやばいぞこれ。セロリ、セロリかな、一番合うのこれ。なんせこのバーニャカウダーうまい、本当にうまい、これ。続きまして、はい、このですね、ブルスケッタですね。まあ、あの器を洗うのがめんどくさいので、こう買ってきたプチトマトの器でね、そのままやってます、はい。これね、あの要はトマト、玉ねぎ、パセリでしょ、まあオリーブオイルで、味付けはね、まあ、あの砂糖と塩と、ブラックペッパー、あとニンニクも入ってますよね、はい。あとレモンだ、レモンも入ってます、はい。これをバケットの上に乗っけて食べるんですけど、まあこんな感じになるんですよね。これがまたうまいんですよ、これ。
ただきます。あ、パンはね、あ、バゲットはこうちょっとパリッとした方がいいですよね。うまい、うまい、これ、いや、ほんとちょっと今日天才的、今日うまいな、これ鳥肌立つ、ほんとにうますぎて。やっぱね、これね、意外と砂糖入ってることが美味しいんですよ、旨味のポイントというか。まあ、ほんのちょっとね、ニンニクも入ってるんですけど、全部効いてる、ニンニクも効いてるし、このなんかパセリ、ちょっと入ってるパセリもね、やっぱアクセントになってるし、何も無駄がない、本当にめっちゃうまい、これこれはやばい、これ2枚目、本当にうまい、これそんなわけでね、今日見ての通りイタリアンなんですよ、多分、はい。で、なんでイタリアンにしたかというと、このボジョレ・ヌーボーがですね、もう今12月の1日ですけどね、もう飲まないんですよ、やっぱりもう解禁から10日も経てばですね、誰も飲まないので、それを消化したいために今日はイタリアンにしようと思ったんですよ、はい。というわけでボジョレ・ヌーボーいただきたいと思います。いただきます。よくね、今年のボジョレーどうとか言いますけど、僕はよく分かりません。ただあんまりちょっと好きではないかもしれないですね、ボジョレーはですね、はい。まあでも美味しいです、はい。続きましてはこのアサリの、アサリとキノコの、なんですか、いただきます。今日は冴えに冴えてる、うまいわこれ、何これ、うまい。これ料理しない人からするとね、わあ、なんかすごい凝ったメニュー作ってるなみたいに思う人いるかもしれないけど、これほんと簡単ですよ。この中にね、もうだからアサリと、もうキノコと、キノコ3種類ぐらい入れてますけどね、あとまあ白ワイン入れてバター入れてね、まあ塩コショウかけて、まああとレンチンするだけですよ。だからもうこんなもん5分ぐらいでできますよ。そこがね、ちゃんといい感じでね、このアサリの出汁というかエキスがうまいことよく絡んでますよ、これめっちゃうまい、これ、また塩コショウの加減が今日最高、今日冴えてるのかな、マジでうまいぞ。幸せやな今日。続きましてはカルボナーラですね、じゃじゃん、いただきます。うまい。これちょっとね、でも失敗したんですよ。僕のカルボナーラの特徴はですね、作ってから30分後に食べても美味しいというのがもうちょっと強みなんですよ。ちょっとね、今日やり方間違えましたね。ちょっとなんか結構もうねっとりしてる感じになってるんですよね。これちょっと本当失敗したんですよ。まあ味は美味しいですよね、でも。でね、カルボナーラはですね、僕も今まで多分ね、もう店オープンして18年間、だってオープンした時からカルボナーラだけはあったんですよ、パスタで。だからね、1000食多分作ってるはずですよ、1000食は。で、まあ、ただね、例えば1000食作ったとするならば、900食まではね、900食までとね、そこからさっきの作り方ちょっとめっちゃ変わったんですよ。でここ100食は全然違う作り方でやってます。
というわけでね、これはね本当にものすごく我流ですけど、すごく美味しいカルボナーラなんですよね。なのでこの作り方をですね、今度別でこの YouTube でですね、僕のカルボナーラの作り方を教えたいと思います。僕のカルボナーラ独特ですよ。でも、ね、本当に美味しいんですよ、はい、ちょっと教えたいと思います。いやしかし味ちょっと今日これちょっとねパサッてなってるけど、味は本当にうまい。はい、というわけで今日も完食いたしました。はい、というわけでですね、今日も本当に、いや今日はすごかったな。今日全部うまかった、マジでめちゃめちゃうまかったんですけどね、はい。でね、まあ、今週嬉しかったことといえばね、登録者数が800人を超えましてですね、ちょうどですね800人超えて、まあ嬉しいですね、これ節目の時ですね、何百人っていう時、節目は嬉しいですよね。で、まあ別にね、その、なんていうんですかね、まあ800人という数字がね、大したものなのか、大したことないのかはよく分かりませんけど、そんなことよりもね、やっぱり今年、12,000人にっていうふうな目標を掲げてた以上ですね、やっぱりこう、ね、そういう、目標を達成していくというのはやっぱり本当に嬉しいですよね。でなんか今年中に1000人っていう目標がギリギリいけるのかいけないのかというところまで来たかなというふうに思ってます。はい、やっぱ嬉しいですよね。もうね、特に嬉しいのはやっぱりね、皆さんが最近ちょっとコメントくれるでしょ。あれね本当にね嬉しいんですよ。まあもしかしたらね批判的なコメントもあるかもしれないですけど、それもね結局見てもらってるってことでしょ。だからね嬉しいんですよ。はい、というわけでね、800人は、もう大変嬉しく思っております。でね本当にね最近はね、要するにその市内の方ですよね、同じ諫早市内の方がね、YouTube いつも見てるんですよって言って来られるパターンがね結構増えてきたんですよね。はい、まあそれも嬉しいですしね。はい、まあね先般からお伝えしましたようにね、札幌からわざわざ当店にね僕に会うために来てくれたという方もいらっしゃったことがありますけれど、そうやってねもしかしたらね僕のチャンネル登録者数がこう2000人1万人みたいになってくるとね、毎日県外から誰かお客様が来られるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でもそれって本当楽しいですよね。まあ嬉しいんですけども楽しいですよね。その札幌から来られた方の時もね、やっぱりその札幌の話、札幌がどうとかね、でもこっちはこうとか、やっぱりそのお互いの地域性の違いとかね、そういう話をするのがやっぱすごく楽しいですよね。なのでね、やっぱりこれちょっとマップを一回作ってね、日本全国からわざわざその僕の YouTube チャンネル見た人が、この何県から来ましたというマップをねちょっと作りたいなと思いますよ。日本全国制覇したいと思いますよ。各県から来ていただくと、これねちょっと目標にしたいと思います。はい、それでですね、まあ、いつも何やか言いながらね、この撮影をし終わった後はだいたい店開けるんですけどね、まあ、今日はもうこういう、まあ、プライベートの服着てますけど、つまりもう店は開けません。はい、この後ですね、まあ、恒例のですね、ちょっと札束巻き巻きの仕事をしないといけないのでですね、明日が発送の納期ですのでね、今日はもうちょっと店を閉めて、この後もう3、4時間かけて札束を巻き巻きしながらですね、はい、頑張りたいと思います。でね、今日実はですね、ライブ配信をねしたかったんですよ。したかったっていうことで、ライブ配信したらどうなるのかなと思ってね、試しに、いつもね YouTube 投稿するときにライブ配信と、まあ既存のね録画したやつをこう投稿する、どっちかみたいな感じになるんですけど、ライブ配信ボタンを押したらどうなるんだろうななんて思ってね、今さっきねこれライブ配信しようと思ってボタンを押したらね、なんかどうやら僕はダメみたいですね。なんかよくわからないですけど、はい、ね、ライブ配信したかったんです。してみたいんですよ。ライブ配信したらどういう反応が来るのかなとか思ってねやりたかったんですけど、ちょっとまあできなかったですけどね、またいずれやりたいと思います。はい、というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。